ホンダやトヨタ、ブリヂストンなど日本企業が多く F1 に参戦していた2000年代中盤、突如オールジャパン体制を掲げた日本の F1 チームが誕生しました。今回は日本の F1 ファンの夢を乗せて走ったあのチームのストーリーです。皆さんこんにちは、モーター天国のレインです。今回はかつて F1 に参戦したスーパーアグリ F1 チームの歴史を解説していきます。このチャンネルでは F1 やモータースポーツに関する検証、解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。モータースポーツ全般、車解説のサブチャンネルと投稿者レインのツイッターもよろしくお願いいたします。今回はこのような内容を解説していきます。2005年10月、日本グランプリを週末に控えた頃、ホンダが日本グランプリに向けて行った壮行会で突如、衝撃の発表が行われました。そこで語られた内容とは、来期から参入する予定の新チームへエンジンを供給する予定というもの。さらにその新チームが、この2005シーズンで苦戦を強いられ、翌年の BAR のシートを失うことが決まっていた佐藤拓磨にオファーを出しているということでした。翌年の F1 のエントリー期限まで残り1ヶ月となっていたこのタイミングで、噂すら出ていなかった新規参入チームの存在の発覚は、多くの F1 ファンに衝撃を与えます。発表直後からこの謎の新チームに招待について様々な憶測が飛び交い、レーシングコンストラクターのローラやダラーラ、イギリスの名門チームであるカーリンなどの名前が挙がりました。そして11月、元 F1 ドライバーの鈴木アグリが会見を開き、スーパーアグリフォーミュラ1の名称で F1 参戦に向けた翌年のエントリーを済ませたことを発表。謎に包まれていた新チームの正体が明らかになったのです。国内外でチームを率いた実績も豊富なアグリはかねてから F1 チームを持つという目標を持っており、2005年の2月頃から BAR の共同運営や新チームの設立をホンダ側に打診していました。当初は同じく F1 参画を計画していたディレクシブの支援を受け、 BAR の株式買収を行うことや、財政難に陥っていたミナルディを買収する形で F1 への参入を検討しましたが、最終的にアグリは一からチームを立ち上げる形を選びました。しかし参戦を表明したこの時点では、スポンサーはもちろん、マシンもドライバーもほとんど何も決まっていない状態だったといい、アグリは翌シーズンの参戦実現に向けて奔走します。アグリはラルース時代を共にしたかつてのランボルギーニのマネージャーで、メナードエンジニアリングに所属していたダニエル・オーテッドに協力を依頼し、かつてアローズが使用していたリーフィールドのファクトリーやスタッフを確保。マシンは当初ホンダからこの年の BAR のマシン007の知的財産権を譲渡してもらう予定でしたが、 F1 の商業権などを定めるコンコルド協定によって使用できないことが判明。急遽2002年に F1 に参戦したアローズ A23 のモノコックを入手し、それをベースにしたマシンで参戦初年度を戦うことになりました。エントリーを期限内に済ませたスーパーアグリでしたが、参戦に必要な供託金4800万ドルを期限までに用意できず、12月に発表された2006年のエントリーリストにはスーパーアグリの記載がありませんでした。しかし FIA が期限後でも供託金が用意できればエントリーを認める意向を示したことで、最終的にはエントリーが認められることになり、2006年の1月には正式にスーパーアグリの同年からの F1 参戦が決定しました。ドライバーについては、参戦決定前からオファーが伝えられていた拓磨のチームメイトが誰になるのか注目を集めます。当初は BAR のサードドライバーを務めていたアンソニー・デビッドソンになるのではないかという説が有力でしたが、最終的にはアグリが代表を務める ARTA プロジェクトの契約ドライバーで、2005年のフォーミュラ日本でランキング2位を獲得した井出裕二が大抜擢されることになり、史上初の日本人ドライバーコンビで F1 を戦うことになりました。奇跡ともいえる超短期間で正式エントリー承認までこぎつけたスーパーアグリでしたが、この間は参戦に向けた準備を進めることで精一杯。
他チームが精力的にウィンターテストでマシンを成熟させていく中、アローズ A23 をベースにしたスーパーアグリのマシン SA05 は開幕を1ヶ月前に控えた2月中旬にようやく空港でシェイクダウンテストを実施できたような状況で、シーズン前の走行機会はわずか3日間。マシンはホンダの支援のもと、ワークスチームと同じ V8 エンジンとホンダ製専用設計のミッションを搭載していたものの、ベースとなった A23 のシャーシ設計は4年落ちの上、V10 エンジンの搭載を前提としており、戦闘力がないことは容易に想像ができました。それでもスーパーアグリは、不可能に近いと言われていた2006年の開幕戦に参戦を間に合わせ、無事に2台が出走。デビュー戦となったバーレーングランプリのレースウィークでは、様々なトラブルに見舞われた上、予選ではポールポジションのフェルナンド・アロンソから5秒以上遅いタイムとなり、厳しい船出となりましたが、レースではタクマがなんとか完走を果たし、大きな一歩を踏み出しました。第4戦サンマリノグランプリでは、レーススタート直後に井出が、ミッドランドのクリスチャン・アルバースに接触し、激しいクラッシュを誘発。井出は開幕参戦を終え、タクマから数秒遅いタイムしか記録できておらず、パフォーマンス不足を指摘されていた中でのこのアクシデントに、井出が F1 のレベルに達していないという論調が一気に加速。井出がドライブしていた SA05 のシャーシは、3年間空港で屋外展示されていた個体で、タクマのものより状態が悪かったことや、ルーキーにもかかわらず、チーム状況からほとんどテスト走行の機会がなかったことも、井出のパフォーマンスに影響を与えており、本来の実力を発揮できなかったという事情もありました。しかし最終的には FIA から井出のスーパーライセンスを剥奪するという重い処分が下り、翌第5戦ヨーロッパグランプリからは井出に代わり、フランク・モンタニーがドライブする事態となりました。第12戦ドイツグランプリからはオリジナル設計の新車 SA06 を投入。パフォーマンスは大幅に向上し、それまで予選で1秒以上離されていたミッドランドに匹敵する速さを手に入れました。またこのドイツグランプリからはモンタニーに代わって前年ジョーダンのサードドライバーも務めた山本サコンを起用。最終戦ブラジルグランプリではタクマが入賞まであと一歩となる10位完走を果たし、翌年以降の初ポイント獲得に期待がかかりました。さらなる躍進を目指し参戦2年目を迎えたスーパーアグリですが、参戦当初から慢性的な資金不足に悩まされ続けていました。2006年は広告代理店にスポンサー探しを依頼し、仲介手数料を支払う契約だったものの、結果的に大口スポンサーを獲得することができずにいました。そんなスーパーアグリに朗報が舞い込んだのは、シーズン開幕前。ある証券会社からの紹介で、香港の石油商社である SS ユナイテッドと約30億円のスポンサー契約を締結。またこの年のマシン SA07 はホンダと協力し製作され、レースでのパフォーマンスにも期待が寄せられたものの、同年のホンダのマシンである RA106 に酷似していたことから、このマシンがコンコルド協定に違反するホンダのカスタマーシャーシであると複数のチームが主張。最終的にはレース参加が認められたものの、後のコンコルド協定の改定のきっかけとなりました。この年はタクマのパートナーとしてアンソニー・デビッドソンを起用。開幕戦オーストラリアグランプリではタクマがチーム初の Q3 に進出し、予選10番手を獲得すると、チームは以降もコンスタントに予選で Q2 に進出するなど、昨年を上回る速さを見せ、第4戦スペイングランプリではタクマがついに決勝レースで8位入賞。トップから5秒落ち、ダントツの最高だった前年の開幕から約1年で入賞を果たすまでの進歩を果たしました。さらにタクマは第6戦カナダグランプリで前年のチャンピオンであるマクラーレンのフェルナンド・アロンソをコース上でオーバーテイクする走りを見せ、チーム最高位を更新する6位で入賞を果たし、再びポイントを獲得。後半戦旗チームのアップデートによる戦闘力向上などもあり、入賞は中盤戦のこの2回にとどまったものの、大躍進のシーズンとなりました。大躍進を見せた2007年のスーパーアグリでしたが、開幕前にスポンサー契約を結んだ SS ユナイテッドからスポンサーフィーが支払われない事態に見舞われます。
チームはフィーが支払われることを信じ、マシンに SS ユナイテッドのロゴを掲出し続けましたが、シーズンが進むと、SS ユナイテッド側と連絡もつかなくなり、第15戦日本グランプリからは、ついにロゴの掲出を終了。そして、とうとうシーズンが終わっても、SS ユナイテッドからスポンサーフィーが支払われることはなく、チームは再び資金問題に直面することになりました。結局、SS ユナイテッドは実体のないペーパーカンパニーで、元から資金を支払うつもりがなかったとする説が有力ですが、真相は不明です。この件の影響もあり、再び財政難に陥ったスーパーアグリは、状況改善のため、チーム株式の売却先を探すために奔走するようになります。売却交渉が難航していたスーパーアグリは、2008年を迎えても参戦できるか不透明な状況でしたが、2008年の開幕直前に、ホンダ F1 チームの代表、ニック・フライの紹介により、イギリスの自動車産業コンサルタントであるマグマグループが、チームの株式を取得することが決定。アグリをはじめとした、チーム首脳やドライバーは前年と同じラインナップのまま、参戦が継続されることが決まり、チームは無事、開幕戦バーレーングランプリに参戦することができました。しかし、マグマグループにチームの買収資金を提供する予定だった、ドバイ・インターナショナルキャピタルが、急遽資金提供を断念。一時は再度売却先が決まるまで、ホンダがスーパーアグリを支援し、参戦を継続させる話が持ち上がったものの、ニック・フライはこれを一蹴。これによりスーパーアグリは参戦継続を断念。5月6日にアグリが会見を開き、F1 からの撤退を発表しました。チームはその後、7月に破産宣告を受けて完全に消滅。アグリは SS ユナイテッドのスポンサーフィーを一部立て替えてチームに支払っていた証券会社から立て替え金の返還を求め訴訟を起こされるなど余波が続きました。またシーズン途中にチーム消滅によりシートを失ったタクマとデビッドソンはその後 F1 に復帰することができず別カテゴリへの転向を余儀なくされました。オールジャパン体制を掲げ日本の F1 ファンの夢を乗せて走ったスーパーアグリ、その挑戦は多くの人に希望を与えたものの、なんとも後味の悪い結果に終わってしまいました。いかがだったでしょうか。今回はかつて F1 に参戦したスーパーアグリ F1 チームの歴史を解説しました。このチャンネルでは F1 やモータースポーツに関する検証、解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺で。